こんにちは、プロドリフチャンネルです。これマット状に花が咲くというところから芝のようだということで芝桜という名前がついています。モスフロックスという名前でも呼ばれていることがあります。可愛い桜に似た花が咲くというところで芝のようなマット状に広がるというところから芝桜という名前がついているんですけどね。よくお日様の当たるところで管理してください。水は乾いたら、肥料は水溶性の肥料を定期的に夏場を除いてやってやると、どんどんマット状に広がっていきます。増やし方は簡単。花が終わった後抜いて株分けをする、そして刈り込んでおくということをすれば簡単に芝桜は増やすことができます。